あの小説の主人公通りだ。港とクシナの思い、願いをちゃんと受け取っていた。それなのに、わしは。俺のこと、ずっと見てて欲しかった。俺が木陰になるとこ、見ててもらいたかったのに。エロ仙人には、変わりとこばっかしか見せらなくて。ジライア様、お前のことをいつも褒めてたよ。自分の孫のようだと、いつも鼻高らかに話してくださった。お前が自分の意志を継ぐ存在だと信じていた。いずれ立派な母体になると信じて疑ってなかった。ジライア様が、お前のずっと見てるさ。全て託すぞ。